はい、こんばんは、タカです。先週、ついにブレイクしてきたドルですから、今週もまずはこのドルの動きに注目をしていこうかと思っているんですけども、週明けての月曜日、東京時間は大して動きにはなっていないです。ただしこれはいつも言ってますけどもね、動かないなら動かないなりに見えてくるものもありますんで、そのあたりを今日はちょっと見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に冷やしを重ねています。今日のドルですけども、少し売りの方が強く出てますかね。先週のですね、割ろうかどうかといった動きになっています。金曜日の動きなんですけども、上昇が一旦止められての調整局面、上値が少し重い状況が見えてきています。ただしチャートはすごく強いですね。この赤いラインが今年の今までの大きな壁だった場所です。この壁をブレイクしてきたのが先週の動きになります。ブレイクしていますから、まずはこの上昇トレンドを見ていきたい。金曜日に一旦流れ止められていますから、調整局面を今は見ていますけども、この強い環境は継続して見ていきたいと思っています。今調整が入ってはいますけどね、調整を経ていつかまたこの高値は抜けてくるんではないかなと思っているということですね。ただこの調整がどのような調整になるかというのは一つの問題で、時間経過の調整か、それとも値幅を伴った調整になるかでトレードスタイル全く変わってくると思うんですよね。今日はまだ東京時間過ぎたところですけども、少しドル売りが強いんですよね。金曜安値を割ってくるかどうか、安値を更新してきてしまうと、これは値幅を伴った調整も意識していかないといけなくなってしまいますんで、簡単にはドルを買っていくのは難しくなってしまいます。今夜はこのあたり安値の攻防をまずは見ていくことになりそうですね。下の方に抜けてこないんであればドルは買っていきたい。抜けてくるんであれば短期的な下落トレンドも見えてしまうことになりますから、波の判定見ていくの少し時間もかかってきそう。週足なんかもしっかりブレイクしていますから、今週どこかでこの高値を試す展開は見ていきたいなと思ってますからね、どこかで買っていきたいなと思っているんですけども、この買う場所探しは少し神経質に見ていきたいです。ドル買いを見ていきたい環境で今日は少しドルが弱いです。買い場探しですね。チャートによっては見やすい形にもなっているかと思いますんで、そのあたりをこの後少し見ていきたいと思います。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。今日の値動き自体はすごく小さいですね。まだまだ月曜日ということもありますから、動き出してもいないような状況ですけども、ただざっくりとした流れ、そもそも先週のこの動きというのは調整の動きでしたよね。強い豪ドルは強いまま、ポンドもそうですね。一方でドルに売りが入っていると、この流れ自体はあまり変わってないように見受けられます。ということは今日も調整の動きが継続して出ているんではないかなと。大きな環境を見ていけばドル買いは見ていきたい。ただその中で少し逆行の動きが出ていると、この逆行についていくのか、それとも買い場を探していくのかというのが一つのポイントになってきそうです。このあたりをチャートの方からしっかり判断はしていきたいなと思います。はい、こちらがドル円の1時間足冷やしを重ねています。ドル円も先週すごく強かったですね。この背景にあったのはもうドル買いです。ドルが強かったから上がってきたんですよね。ただ環境自体はまだまだレンジ相場です。例えば週足を見ていけば分かりやすいと思いますけども、明らかなレンジ相場。先週の買いも一歩引いてみてみれば、レンジの下から上まで買いが入ったに過ぎないんですよね。まだまだ大きな流れが見えているわけではないです。その点は十分注意をしながらも、まずはこのドルが強い展開、ドル買いは継続して見ていきたいなと思っています。もちろん目線はロングですね。買い場探しということになりますけども、ドル円はポイントの一つとして僕はこの下の方に一度抜けた動き、これを見ています。このあたりは週末の動画で時間をかけて詳しく話をしていますから、そちらを確認していただければと思いますけどもね、下の方に振ったから今はショートがすごく捕まっている状況なんですよね。深い押しが入ってしまうとショートの逃げ場を与えてしまいますんで、逆に上値が重くなってしまうんじゃないかなと。ですから強い環境を見ていくんだらば、深い押しが入ってしまうとこれは具合が悪いんですよね。ですから僕はこの深い押しに対してのロングは見ていくつもりはないんですよね。浅い押しからのロング、そういった目線で見ていけば、先週の木曜日金曜日、この113円の80付近に少し壁が見えてきています。この壁割ってしまうと今度はレンジの上から下まで売りが入ってしまうかもしれない、そういった壁になりつつあるように思いますので、要するに深い押しが入ってくるかもしれないということですね。こうなってまでロングを見ていこうとは思っていませんから、今日もまずはこの113円の80付近を一つの分岐点として見ていこうかなと。割ってこないんであればロングは見たいということですね。割ってしまえばロングは見れないということです。そして今日の動きですけども、少し下の方に今日朝方は突っ込みましたかね。ただ現状113円の90前後、まだまだ強い環境は継続しているように思います。少なくともショートの逃げ場を与えたとは言えない状況ですかね。であれば強い環境、ロングは継続して見ていきたいなと。まずは直近高値ですね。レンジ上限までを目指した回、なんならブレイクも期待はしたいなと思ってますけども、どうなりますか。
はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。113円の80付近、少し壁が見えてきてますよね。直前には強い上昇トレンド、ですから現在は流れが止まっての調整局面という見方で相場の方を見ています。今日の値動きですけども、レンジの加減ですね、結構ギリギリのところです。先ほども言いましたけども、これ割り込んでしまったら簡単には買えない、この割り込んだ流れに対して押し目買いをしようとは僕は思ってませんので、強い環境を見ていくんだらば浅い押しからのロングということで、この 113.8 はしっかりキープしてもらいたいなと、少し今買いが入ってきてますからね、こういった流れは期待したいところですね。レンジからブレイクしてくるかどうかというのは、これは短期足で見ていけば別問題ですね。上位足の環境次第ということになってきそうですから、そこまで見ていくのは少し難しいかもしれません。ロングを見ていくんならば、せめて直近高値114円の20とか、まあ、そのあたりですかね。そのあたりを目指したロングというのを意識して買い場を探していきたいなと思います。ただし、まあ、このサポートを割り込んでしまったら少し苦しくなってきますんでね、このあたりを割ったらどうするか、この答えを用意しながら、今日はもう買い場探しですね。 113.8 というのを基準に置きながら、上がるかどうかというところを見ていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。ユーロもかなりチャートは弱いですね。サポート終わった売りのトレンド、ただまあ先週の木曜日金曜日あたり少し流れが止まってきたように思います。さらに今日少し陽線出てるんですよね。金曜日の高値も抜けてきています。まあこの3日間の流れを見る限り、この下には少し壁があるのかもしれません。流れは一旦止まったという判断になってきそう、ならばこの後は調整局面で、まずは上の壁探しですね。ただこの戻り、そんなに強い戻りというわけではないんですよね。例えばこの高値からフィボを当てると、まあ、こんな感じになってきます。この戻りまだ 10% もいってないと思うんですよね。大した戻りでもなんでもないです。まあ、それだけ強い売りが、まあ、この前にあったということになりますから、今は調整を見てますよね。ただこの調整もそれなりのボラ、それなりの値幅の調整というのは、これは想定しておきたいです。まあ、つまり何が言いたいかというと、金曜日で一旦このあたりね、持ち合いになったりもしていますから、まあ、上下にある程度少し壁も見えてるんですよね。まあ、この後短期足見ますけども、短期足だと分かりやすいと思います。その短期の壁から上の方に少し抜けてきてるんですよね。この抜けだけを見て、よし、じゃあ買いだとなるかどうか、それは少し難しいんじゃないかなと。抜けたからといっても壁をブレイクという判断は少しまだ早いんじゃないかなと思うんですよね。というのも、この調整幅が小さすぎる。これフィボで当てて見てみると、これ 10% そこそこなんですよね。23.6 はこのラインになってくるんですけども、このラインですら大した戻りでもなんでもないです。ですから、まあ言ってしまえば、このような調整になってもおかしくもなんともないんですよね。今戻りが入ってきて、まあ金曜高値も抜けてきている状況です。まあ強いのは強いんですけども、いつ流れが止まるかもわからない。また売りが出てくるかもわからないような状況ではあるとは思うんですよね。ですから、まあ個人的にこの状況で買いを見ていこうとはなかなか思えないですし、下落の流れを止めたところになりますから、戻りの壁探し、これを意識して相場の方を追っていきたいなと思っています。金曜日の高値抜けてきていますからね、少しこの壁がまだ見えづらい状況ですね。継続してまずは壁を探していきたい。壁が見えてくればもう戻り売りですね。売りを見ていきたいなと思っています。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。金曜日にね、まあ、こういった足場作ってるんですよね。そして今日はこの高値を抜けてきています。まあ、確かにこういった小さいところを見ていけば、高値ブレイク、波の反転という形になるかもしれませんけども、そうは僕は見えないんですよね。それだけの大きな下落がここにあった。大きな下落を一旦止めた形には確かになっているんですけども、調整幅もそれなりの調整は意識して見ていきたいなと思っています。まあ、この緑の枠は仮枠ですからね、実際どういった枠になってくるかというのは今後の動きを見ながら修正していくことになるんですけども、まあ、少なくとも金曜高値を抜けたからもうすでに波の反転だと見るには少しタイミングは早いのかなと。売りの流れが止まりましたから、今はこの戻りの壁探し、壁さえ見つかれば継続して売りの流れを見たいなと思ってますから、戻り売りを見ていきたいと思います。ショートする場所を探していきたいですね。ただ焦らないようにはしたいです。はい、変わりまして、こちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。ユーロ円、今日少し強いですかね。買いが入ってきています。金曜高値までは来ましたね。この黒線に関しても週末の動画を見ていただいた方がまあ分かりやすいと思います。時間をかけて説明はしていますので、そちらをご覧になっていただきたいなと思いますけども、黒線全般的に僕はもう調整の動きを今週は意識しています。例えばここの強い上昇トレンド、その後の調整の動き、すべてこれ円の動向にすごく左右されてるんですよね。それだけ円がすごく大きく動いていたんですけども、ここ最近円が動き止まってきています。まあ、つまり円が調整の動きに入ってきたという見方でいいと思うんですよね。ということはこれだけ大きな動きが出ていたわけですから、少し動きづらい環境になってくるんじゃないかなと。今ちょっと売りのトレンド強く出てますけども、やっぱり流れが出て今度は上がったり下がったりという動きも出やすくなるんじゃないかなと。
そんな認識で今日の動きを見ていたんですけども、安値更新してこなかったですね。こうなると流れが止まっての調整局面ということになってきますから、値動きとしてもはっきり調整の動きが見られることになりますね。調整になってくれば上下の壁探しが基本になってきます。本格的なトレードはその後ですからね、この下のサポート本当にサポートかどうかというのも何度か試してみないとわからないですからね。一回バウンドしただけです。もう一度ぐらい試すこともあるかもしれません。上もそうですね。このあたりヒゲが出ていますけども、もう一回ぐらい高値を試して、抜けなければそれなりの壁と見ていってもいいように思います。どんな調整になるかというのはちょっとまだわからないですけども、上がったり下がったりという動きを想定していきたいなと。こういう大きなトレンドは今はもう見ていくのは難しいかなと思いますので、基本的には上下の壁を意識して、高いところから打っていく、安いところから買っていくというのを基本にしていくことになると思います。レンジトレードですね。ただレンジトレードをしていくためには上下の壁をはっきり見つけていかないといけない。まだまだちょっと不安定だと思いますんでね、時間はかかるかなと思います。無理をして今の環境はトレードしていくような環境ではないとは思いますね。今日は金曜日の高値、この辺りに迫ってきてますからね、少し流れが止まって反転の形が見えています。底堅い動きというのを確認できただけでも十分なんじゃないかなと思いますね。焦らず今後の動きを見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。ポンドドルは冷やしを見ていくと上げ下げの動きが綺麗に出てるんですよね。今回金曜日に少し流れが止まった形が見えています。現在調整局面ですね。さらに今日は少し高値を超えてきています。まだこれ冷やし半分ぐらい時間残ってますからね、今後どうなるかというのは分かりませんけども、このポンドドルは調整に入った時の戻りが結構きついんですよね。ここもそうですし、ここもそうです。それなりの戻りというのはあるかもしれません。いつもなら下落が止まれば、僕ならばまずはこの時間調整を意識していきたいんですよね。上下に壁が見えてくるんじゃないかなと。ただこういった壁を見つけるためには高値更新されてしまうと壁なくなってしまいますんでね、見つけるのが難しくなります。今日の動きなんかはまさにそんな感じですね。このまま高値で引けてしまうと冷やし高値更新、壁が見つからないということになりますから、売るに売れないですね。逆に潰されたみたいな形になってくると、明確にね、木曜日、金曜日、そして今日と、このあたりですかね、ちょうど 1.34 の203あたりに壁を感じることができますんで、上から打っていくという形も面白いんじゃないかなと思います。今夜なんかこの 1.34 の203、この高値の攻防をしっかり見てはいきたいですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。朝一、少し高値抜けてはいるんですけどね、抜けた後に継続した買い入ってこないですね。細かいところ見ていけばダブルトップのネック割れみたいな形が少し見えてますから、かなり小さい動きですけども、波の反転が起これば、この辺り全体的に上値が重いという形で見られてしまうかもしれません。ならば、この辺りレンジと捉えていけば、レンジの上から下までが入ってもおかしくもないのかなと。いわゆる冷やしの時間調整ですよね。上がったり下がったりの動きを想定していけば、売りのチャンスということになるかもしれません。ドルが強い環境を見ていくという流れにも合いますからね、ショート目線で見ていくのは面白そうです。ただし、高値更新してしまうとこういった根拠全部崩れてしまいますからね、高値更新したらどうするか、この準備だけはしっかりしてはおきたいですね。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。黒線全般的に僕はもう調整の動きを意識しています。今日の動きですけども、少し高値更新してきていますからね、強いトレンドと見る人もいるんでしょうけども、僕自身はもうこういった売りの流れに対しての調整としか見えてこないですね。そうなると現在地はレンジの真ん中、レンジの真ん中って難しいんですよね。買いが入るかもしれません、売りが入るかもしれません。正直わからない場所ということにもなってきますから、僕はこういったわからないところでトレードあまりしたくないんですよね。せめてトレードしていくんであれば、ある程度想定しているレンジの上から売る、下から買うは意識して見ていきたいですから、真ん中でやれることは少ないように思います。ですから様子見になってしまいますかね、上下の壁に引きつけた値動きをしっかり追っていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷やしを重ねています。今日は強弱チャートを見ていると5ドルかなり強いんですよね。チャートの方を見てもしっかり金曜高値を抜けてきています。強いのは明らかですね。売りの流れはしっかり出ていますから、仮に戻ったとしても戻り売りみたいなと思いますけども、この状況ではちょっと売れないですよね。買いが強すぎます。僕はもう全体的な環境としてドル買い意識していますからね、この戻りをロングで見ていくということはしないですけども、短期的には強い流れも出ていますから、ロングなんかも全然ありな状況のようには思います。しかもかなり戻りがきついですよね。抜けの動きに対して急激に戻す動きというのは、これは警戒をしたいです。
メセマショートですけども少し環境的にも売りづらい環境になってしまいましたね。まあ、先週かなり弱かったんですよね。僕なんかもショートで流れを追っていたんですけども、少しこの流れに対しての反発、これが出てきているのかもしれません。ちょっとショートは気をつけて見ていきたいですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。4時間足見てみるともうこれ1本、2本、3本、4本、5本、6本、6本連続の陽線ですよね。まあ、24時間ずっと上げ続けてるということです。まあ少なくとも弱くはないですよね。もう強いトレンドにもなっていますから、まあ売るにしても流れを一旦止めてからですね、すぐに売っていくような環境ではないと思います。まあ売りの流れも強いですから、戻り売り意識したいところですけども、簡単に売れる状況ではないですかね。ドル買いを意識していく中で一番チャート的には強い形が見えていますから、このチャートをショートで見ていこうとはなかなか思えないですね。今日に関しては僕はもうこれ様子見になってしまうと思います。思った以上に強い買いが入ってきている状況ですから、少し様子を見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円1時間足に冷やしを重ねています。まあクロス円ですからね、今は調整の動きを見ていきたいとは思います。5ドルに買いが入っている分、強い買いが入ってきてますね。そこだけ、水木金で作った足場を上の方に抜けてきています。ただまあここに下落トレンドも見えてますからね、波の反転が見えたとしても戻りの高値も迫っていますから、まあ簡単に上がっていくような状況にはなりづらいかなと。だいぶ壁も近くに迫ってきていますから、ロングをするなら十分に注意はしたいところですね。もう少し引いた目線で大きな環境を見ていくんだれば、下落の流れを止めたという見方でもいいと思います。ならばもう少しこの調整幅も大きな調整を意識したいですね。例えばこんな調整になってくるかもしれません。僕はもうこの円に関してはしばらく調整の動きになってくるんじゃないかなと思ってますんでね、なかなか大きなトレンドは期待は難しいんじゃないかなと。それはもうこの5ドル円も変わらないですね。よほどこの5ドルに買い、もしくは売りが出てくれば流れも出てくるんでしょうけども、今はもうそこまでは考えないようにしたいですね。調整の動きを継続して見ていきたいと思います。今日はただ5ドルかなり強いですからね、しっかり買いの方も入ってきています。貯金高値に迫る動き、この位置から買うのは中途半端かなと思いますし、売るには勢いが強いですね。少し環境的には今は合っていないかなと。これも無理をしてトレードしていくような環境じゃないかなとは思います。もともと今週は僕もあまりクロス円というのは注目していなかったですからね、はっきり流れが見えてくればやろうかと思いますけどもね、こういった中途半端な動きに対して何かをするというのはもう避けてはいきたいですね。継続して様子を見ていこうかと思います。はい、ということで、まずはクロス円ですかね。このクロス円に関しては円の調整の動きを今週は見たいと思ってますから、まあ、基本的にはもう様子見ですね。調整の動きを意識して見ていきたいと思っています。一方でドルに関しては今年の最高値を先週抜けてきていますから、まあ、もちろんドル買いを意識して相場の方を見ていくことになります。ただ今日はまだそういった流れは出ていないんですけども、チャートの方を見ていけば別に崩れているわけではないですからね。どれもちゃんとこの高値はキープできています。ユーロドルは少し高値抜けましたけどもね、ただ元々が小さな調整幅でしたから、もう少し大きな調整幅も意識していきたいところ、まだまだ調整の動きというのは見えてるんじゃないかなと思います。ポンドドルもこの高値ギリギリのところですね。まあ、こういったギリギリのところというのは面白いと思います。買いを見ていくにしてもね、ギリギリのところですから、まあもし下の方に下がればすぐに投げればいいやと。売りを見ていくんだろう、上の方に抜けたら投げればいいやと。ある程度わかりやすいポイントにはなっていると思います。こういったブルビアの分岐点というのを意識してトレードしていくのは面白いと思います。まあ、個人的にはドル買い見てますからね、売りなんかが出てくれば面白いなと思いますけども、どうなりますかね。ただし、この5ドルドル、5ドルがかなり強いですからね、この5ドルをショートで見ていくのは少し慎重には見ていきたいです。かなり強い戻りが入って、まあ、V 字の動きに近い形になっていますからね、こういった急激に戻す動き、強い戻りに対して戻り売りを見ていくのは、これは慎重にはなりたいです。まあ、チャート的に目線はショート変わらないんですけどもね、まずは一旦流れを止めてからというところは見たいですね。このチャートに関しても焦らず見ていくのが大事かとは思いますね。今のところは様子見で少し時間をかけて相場の方は追っていきたいと思います。今日はドル少し弱いですけども、チャートの崩れという形はまだまだ見えていないと思います。継続してドルの買い場を、今週は探していきたいと思います。今回は以上になります。大まかな環境認識などは週末の動画で触れています。概要欄の方にリンクの方を貼っておきますので参考にしてください。それでは今夜も頑張っていきましょう。